ろしくお願いします。お願いします。ここどこですか？愛知県になります。はい、今僕の動画では道志村女児失踪事件を進めてるんですけど、まだそっちは途中なんですよ。で、今ここに来てる理由がありまして、はい、僕のお弟子さん、はい、関コーナーさん、晴海健吾さんの YouTube 撮影の動向も兼ねて来ております。で、ここ千年神社って言うんですけども、はい、本来来る予定ではなかったんですよ。はい、どうしても僕がですね、はい、急遽来たいっていう理由がありまして、はい、来させていただいております。その理由とは何なんですか？理由はですね、ここ千年神社なんですけど、はい、別名首狩神社。首狩神社、はい、本坂峠っていうのが近くにありまして、はい、そこを通行していた旅人がですね、首を刈られて、ここの神社の境内に首を置かれて、はい、でそこから首狩神社とも呼ばれるようになってます。心霊スポットってことですか？もう地元ではここが本当に、なんていうんですかね、もう遊び半分で来て取り憑かれる場所って聞いてます。なんかあるんですか？そのどっか触っちゃいけないとか、そういうのってあるんですか？奥の方に、上の方に行くと、はい、まず一つ目に神社があるんですけど、はい、そこの1番目と3番目の階段を踏むと呪いをもらうっていうんですよ。で実際ですね、僕のお客さんが来てるんですよ。で来て、その方6人でここの神社に来て、その人の話を聞いたんですけども、1番目と3番目の階段はここで言うとですね、一番端、はい、1段目は一番端の石を踏んで、はいはい、3段目は左から3番目を踏んでくださいと、はい、そうすると呪いをもらえますと言ってました。で6人で来て、でその方の一番後ろを歩いていた男性なんですけども、はい、来て3日後に夢の中にですね、この神社みたいな風景が出てきて、神主さんが現れたらしいんですよ。で神主さんは刀を持っていまして、はい、もうとりあえずもうすっごいもう追いかけてくると、はい、でだん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 夢の中で近づいてくると、はい、もうできるだけ逃げても逃げても近づいてくるってことで、はい、最後は首を夢の中で切られてくると、はい、それが10日間ぐらい見たって言ってましたね。今日行ってどうするんですか？またここ処刑場だったって言うんですよ、はい、っていう噂なんですけど、はい、その噂も本当かどうかを検証したいと思います。まずはですね、呪われるのか、はい、今日僕のお弟子さんたちもいます、はい、晴海健吾さん、関コーナーさんの YouTube も皆さんよろしくお願いします、はい、全員で行動して、一番後ろは晴海健吾さんに歩いていただいて、呪われるかどうかも検証していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなり結構な階段からスタートですね。だいぶ登るらしいですよ。どのぐらい登るんですか？1時間半から2時間は登ると言うんで。わかりました。もう行きましょうかお願いします。結構な、取りながら危ないぐらいの。みんなついてきていただいて、危ないですね、ここ。これからずっとこうなんですかね？ずーっとこうですよ。これきついわ。本当ですね。結構な急じゃん。あと呪いをもらう方法があるみたいでして、はい、その方が言っていたのは、はい、階段を上がるときに、はい、右足から出たら、必ず一段一段右足で登る。はい。で、どこかで、立たないように。立った場合、今度左足からになるじゃないですか。はい。なんで、右足から進むときは右足から。はい。いうふうに言ってました。いや、これは厳しい。来て。まだまだ。まだまだです。背中つきました
かなりの石段を登ってきました。先生、ここはここは足千軒になります、はい、足を表す場所なんですけど、修験道の方が足に巻くんですよ、はい、で足に御利益があると思います。なるほど。これから険しい道を登っていくので、はい、参拝していきます、はい、お願いします。お腹を目指すと。お腹目指していきましょうか。ここ天元寺みたいにですね、いろんな方来てるんですよ、 YouTuber の方が、はい、どなたも不思議な現象が起きてるみたいなんです、はい、ぜひ起きてほしいと。解決できるメンバーがいるんで。で最初階段の下りあったじゃないですか、はい、どこの階段かというと、僕がお客さんに聞いたのはここです。この1番、はい、なのでここと3段目はこっち側です。そこを踏むと呪われるんですか。はい、検証します。あとはどこ乗っても大丈夫なんですか。あとはどこ行っても大丈夫です。行きましょう。もう階段は僕右足から登っていくので、全部階段上がる時には必ず右からにします、はい、今日は着きました。中の部分になります。ここ見ると真ん中に巻きます。はい、何でしょうね、この布。売ってるんですかね。はい、布売ってるんですかね。そうじゃないですか、うん。いいですか、こっち。うん、なんもない。なんか明るすぎますね。ここはそうですね。上る道ないです。こっちですか？上る道ない。黄色い線が2つあるんですよね。そこに看板があったので、もう一回行きましょう。そっち戻ると看板があるので。これで合ってないですね。看板さっき取りました。そっちだと。そうですね。うん、そこに看板あったでしょ、見て、健吾さん。
はい、行きましょう。何も霊いないですか？腐敗した人はいっぱいいますけど、はい、腐敗してない人とかは話せるような人がいないんですよ。置いていかないで、誰よ。そこ、子供かな？置いていかないで。こんにちは。何してんの？怪我してんじゃん。お腹空いた？食べる？ご飯あるよ、おにぎり。おにぎり食べてみ。手出して両手、両手飲める？飲めるこのまま。うん、こうやって手出して、手落ちちゃうよ。ほら、手出したの、もったいない、もったいない。もういいの？どうぞ。何してんの一人で。置いてかないでって。どこまで行ってきたの？お母さんは上の方にいる。お父さんは上の方、一緒に行く。壁の方にいる。ポンプアイアでを手に入って、自分の左手握ってきなよ。一緒一緒。一緒に行こう。この辺りに昔人をたくさん殺していたって聞いたんだけど、そう？知らない？お友達いないの？いない？人かも？人って亡くなってる人？自分みたいな人？自分みたいな人が来るの？白い格好で来るんだ。木に打ってんの？どういうやつ打ってんの？木に。わら人形よく知ってんね。わら人形って言葉ね。7歳？7歳でわら人形わかるんだ、すごいな。令和って知ってる？平成って知ってる？昭和？うん。今のこと言ってどうすって。今はね、令和っていうのは昭和があって、昭和の前って大正だったでしょ。大正、昭和、平成、今令和の変わっちゃった。上まで一緒行こう。先に行く？恥ずかしいの？みんないるから。いいよ。名前だけ教えて。正しが名前。正しくん、何正しいっていうの？日向正しい。正しくん、上まで行く？一緒行こうか。7歳なんですけど、着ている服は、なんて言うんですかね、
薄い汚れて、この T シャツ。へえ、夏になくなったんですかね。でも子供7歳なんで、はい、内で亡くなったのってやっぱ聞けなかったんで、はい、両親に聞いてます。内で亡くなった。聞いてていいよ、お父さんお母さん教えたって。お父さん仕事ないやつよ。先生？何の先生やろ？教えてね。どっちでしょうね、このなんか。どれの席に引っかかる？ここで。正しくんのお父さんですか？正しい。男の子、7歳の。会いました。正しくんどこにいます？で、何でお亡くなりになったんですか？毒？正しくにも飲ませたんですか、毒？なんで乗ろうとしたんですか？ごめんなさい、眩しい。なんで乗ろうとしたんですか？僕のこと消せないですよ。あなたじゃ無理です。蝶袋の金の乗りってあげても無理。聞かない、僕には。陰陽師が得意としてたってやつですよ、その蝶袋の金って。目の前にいる人、陰陽師なんです。聞かない。